戦、ティップオフです。ここミスマッチですが、河村が行くのか、自分でアタックをしてきた。櫻井さん、いかがですか。いいアタックですね、はい、吉井選手のフォローですよね。お、比江島トップの位置からスリー来ましたね、比江島選手。でもワイドオープンから馬場、そして富樫が今度はどうか。さすがですね、さすがですね。富永に関してはかなりマークに行かれていますが、そこをステップバックを打つ。これが富永啓生、今日1本目。富永選手もうボールもらえないからボールプッシュ自分でして自分で打ちに行きましたね、うん、一瞬の我慢できなくなります。このところ日本代表ボールになって、おっとディープスリー富永、ここを決める。連続スリーポイント、特別な左手、いいですよね。はい、ここも日本のディフェンスがこの時間帯輝いている。そして河村、イージーバスケット。さあどこで、おっとここでバウンドパスを選択。ビッグマンには俺もいる。34番渡辺、素晴らしい反応を見せた。そしてテーブスが自分で行く、ユーロステップから決めた。残りの枠はあとわずかです。さあ富永がハイグラスのショット決めてきました。ホーキンソンから、さあババーッ、オーストラリア入りますよ、はい、大好物なんですか。大好物、オルモさんは大の苦手です、苦手ですね。ババがババからバウンドパス、ホーキンソン、エンドワン。エクストラパスから富樫のスリー、富樫に行け、少しパスがずれた。富永がアタックに行く、さすがですね。もう間もなく残り2分を切る。富樫のアタック、キックアウトした。吉井のスリー、吉井選手素晴らしいですね。そうですね、馬場が開いた。もう今あのダブルチームに行く、これダブルチームに行く、取りに行く、激しくマークに行く、トラベリング、残り 3.2 秒、決めた。最後意地を見せましたキャプテンの富樫勇樹。